ナザレンコ・アンドリー氏。テレビ局さん、自己紹介お疲れ様です。ガネットではない。内容はこちら。ナザレンコ・アンドリー氏が、地上波テレビに苦言を呈したようです。では、ナザレンコ・アンドリー氏の発言を見てみましょう。ナザレンコ・アンドリー。テレビ局さん、自己紹介お疲れ様です。政治的な目的を持って意図的に情報をねじ曲げることに誰よりもお詳しいですもんね、地上波が。有本香里、ひどいミスリードですね。ドラマモンニュース側にも共有してもらいましょう。なぜ地上波テレビはドラマモンニュースを出すわけ？意図的にしか見えない。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。まさかとは思ったけど、ナザレンコさんにまで矛先を向けたとは。マスコミは一体どこまでやるつもりなんですかね。地上波の断末魔だね、これ。テレビ対ネットみたいになってきましたね。次はこちら。ねじ曲げられちゃってますね。意図的にねじ曲げるテレビ局。うわ、意図的。TBS は自分がやってることなので、どこよりも詳しく報道できますね。これは極めて悪質。ここまで好き勝手に歪曲三昧をする今のメディアは、早急に電波オークションを導入し、手を打つべきです。次はこちら。ナザレンコさんも DHC さんも抗議してもおかしくないけど、知らない人が検索して、このウクライナの兄ちゃんの言うことめちゃめちゃ筋通ってる、俺ら騙されてた、ってなる方向には考えが及ばない地上波の面々。よりによって、なんでウイグルのところ映してるんだろ？ウイグルまでフェイクだと言いたいのか、報道特集は。それがメディアの手なのだと思います。姑息すぎます。最後はこちら。本当に悪質すぎます。地上波、舐めすぎてる。これは訴えてもいい案件ですね。これは TBS を訴えるべきではないでしょうか。成敗しておあげなさい。これは虎ノ門ニュースも抗議声明を出していいレベルですよ。結論。今の地上波メディアがやってることは、地上波メディアにとって都合の悪い番組や人物を取り上げ、糾弾することで、悪い印象を植え付けようとしているようにしか見えません。地上波メディアが平然とやっている、捏造に偏向報道に印象操作をネットに指摘され、都合が悪いのかもしれませんが、どう考えても、やってることが一線を越えています。まさに異常そのものですよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。